はい、グッディバルーンカンパニーの金さんです。いつもありがとうございます。今日はワンちゃんを、バルーンドッグを作ってみたいと思います。2本使いますね。今日はね、ブラウンとベージュ。ベージュじゃなくてよ、これアイボリーかな。アイボリーを使います。で、アイボリーはね、作っとって思うんだけど、ちょっとね、薄い感じがするんですよね。だからちょっと繊細な感じなので割れやすい風船じゃないかなと私は思っています。でちなみにベージュはねこのぐらいの色の違いがあってちょっとやっぱり少しこちらアイボリーよりもちょっと厚みがあるような感じですから心配な人はこのベージュで作ってもいいし好きな色で作っていいと思います。まずじゃあアイボリーを膨らませていきましょう。結構このぐらいに膨らませますね。はい。で、まずピンチツイストを作ります。ちょっと透けて見える感じがするんですね。持ったまま引っ張ってます。そしてちっちゃめに作りますね。このぐらいのバブルを作ってそしてこうやります。引っ張ってます。もう一回これを下ろします。下ろした時にこの中にこれをグッと入れ込んであげる。こういう感じのこういう動きで入れ込んでいきます。ゆっくり優しくゆっくり入れて。ちょっとね怖いんだよね。ここでもう一つピンチツイストを作ります。引っ張ってます。こういう感じになります。はい、バブルを一つ作ってそしてこっち側に戻っていきます。この時かなりここ狭いんで引っ張って回します。引っ張って回す。あ、怖い怖い。アイボリー怖い。ベージュでやればいいのに。こういう感じですね。こういった時にはこういうちょっと場所をね変えたい時にはこれも必ずこう引っ張りながらできるだけこう触れないようにしてやっていきます。こういう感じになりました。ブラウンを膨らませていきます。ブラウンはまあちょっと今日は二通りを紹介したいんですけどこれは長めに膨らませておいて見えますかね。この間にブラウンを入れていきます。入れていく。一回くるっと回してもいいし、そして、これもくっついてるから、こっち側に持ってきます。最初に決めてから、これをこっちに持ってきてもいいですよ。はい。後ろに持ってきました。そしたら、ここを、ちょっとこう、絞りながらこう回してこのてっぺんに持ってきたいので絞りながら回しててっぺんに持ってきます。そうするとこう線になってくれているからここで、はい、ちょっと柔らかくしてループを2個作ります。ちっちゃなループを2個作ります。反対側に持ってきて、すごい気使うね。アイボリーめっちゃ気使う。引っ張ってます。こんな感じになります。これ顔ですね、ワンちゃんので。体もこれは1本で作るので、難しくしない。2本で作ったりするやつもあるんですけど今日はもう1本で作るので紹介します。引っ張ってます。3の法則の首、足で体を作る、後ろ足を作る、折り曲げる、それでできました。これ何で残せるかというとこれはこれでもう割れでもいいんですけど切って
これなんか散歩できるようにしたかった。散歩が好きでしょ。なんかほら、ワン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 って感じで、こう見えるかな。アイボリーちょっと薄いから見えにくいかもしれないけど、こういう感じで、でここに顔を描いていきます。よいしょ。でしょうか。お顔ができました。こう結構シンプルでしょ。2本でできるから、でまあちょっと余裕のある時はなんかこういう5インチのこれ、あの破れた風船でもいいし、これをここに入れます。僕はね、いいの、これ好みじゃけ、みんな好きにしていいからね。別にこれこういう風にしなくてもいいから。であとおすすめ、これね、あのダイソーに売ってるペンなんですけど、5本ぐらい入ってて、めちゃめちゃノリがいいです。これ風船ベストフィットしてるんで、いろんな色のもあるみたいだから、ぜひおすすめします、この油性ペン。はい、ワンちゃんができました。お散歩してあげてください。ワンワン、じゃあね、バイバイ。ワンワン、登録お願いします。